久保さん僕も知ってますよ。僕は会社で知ってるんですけど、e い,いイヤホンっていうね、えー、会社があるんですけど、これ YouTube チャンネルももちろんやってて、もうとにかくイヤホンに特化してると。で、イヤホン関連の検索すると、結構この会社が出てくるんですよ。もう本当にイヤホンに特化して、だから僕 e い,いイヤホンから買った、何回か買いましたからね、イヤホンは。まあ、この人、ここはもう本当イヤホンもう専門店ですね。 うん、だけど、あの売上げすげえ上げてると思いますよ、うん。あ、もういいイヤホン10万人来ました。あ、10万人行ったんだ。なんかホ、いいイヤホンの,あのホームページに10万人登録ありがとうございます。みたいな。目指せ50万人登録。総額50万円大プレゼントキャンペーンやってます、今。<laughs> 10万人行ったらしいじゃないですか。すげえな。すごい。 昔はねこんな言ってなかったのにねやっぱ今の時代はイヤホンでも10万人いけるらしいですね <laughs> まあ1000万人は難しいでしょうねイヤホンで1000万人登録させるのはでもね今ね正直そのやっぱインターネットがこう普及してきてまあその、まあ、YouTube なんか昔に比べると認知度が増えたんで要は僕はもう久保さんも YouTube の歴史知ってると思いますけどやっぱねマニアって でもいけるよううにななっっててきたかなっていうすごく感じますね昔からこの e イヤホンのチャンネルはあったんですけどこれいつからだっけな結構古いと思いますこれも e イヤホンのこれ一番最初のチャンネル11年前ですねこの e イヤホン <laughs> いいイヤホンの YouTube チャンネルあの一番最初にアップロードされてる動画あの11年前です <laughs> これ10年越しに10万人ですね うん、すごくないですか ?10 年越しに、だから、もう、この、ずっと、これね、面白いですよ。これ、イヤホン、ほんとチャンネル見てほしいんですけど、とにかくずっとイヤホンしかレビューしてないんですよ。10年間ほぼ変わってない。<laughs> これすごい、こう、凡じてってやばいですよね。いや、ほんとね、イヤホンオンリーですね、マジで。そう。すごくないですか まあでもこれなんでリビューできるかっていうと、それはそうっすよね。イヤホンもずっと新しい新製品出るんで、イヤホンだけでも別にネタはネタというか、まあ会社がね、どこの会社もイヤホン作らなくなったらあれですけど、まあ毎年毎年なんかどっかの会社で新製品出てるんで、イヤホンは、ヘッドホンとかね、出てますんで、まあずっと続けられますよね。だけどイヤホンだけみたいなね。<laughs> すごいですね。10年やったら10万人いくっぽいですよ。久保さん、イヤホンでも。 久しぶりだな、すごい。うん、だからやっぱ、時代がちょっと変わってきたかなっていうのはすごく変わり、僕も思いますし、久保さんも、僕もマニアックじゃないですか。僕と久保さんのチャンネルなんかもマニアックの極みですよね。マニアックの極み。まあ、それでも、あの、ビジネスできるんだよっていうところなんですよね。うーん。だから今本当に、裾野がマニアックでもリーチが広がったなっていうのは感じますんで。そう。 いいイヤホン覗いてみてはいかがでしょうか。いってらっしゃい。